Keith, I don't mean to cast doubt, but did Brendan and Stevie really, well... ケイさん、あなたを疑うわけではないのですが、ブランドンとスティービーは本当にその… I saw Brendan get killed, and his body was dropped into the basement. Stevie was alive by the time I got there, but it was too late. ブランドンは俺の目の前で殺されて、遺体は地下へ落とされた。スティービーは俺が見つけた時には生きてたが、結局、間に合わなかった。If Brendan, I mean, if he is still alive… ブランドンは、もしかしたら生きてるかも… Sorry, but I've never met a guy who survived a beheading.首を切り離されて生きながらえた奴は、あいにく、俺は会ったことないな。Hey, Mr. Keith? Where's Helena? ねえ、キーさん、ヘレナさんは? I haven't found her yet. まだ見つかってない。I see. そう。ナンス、お前だけは喋らんのかい。ということで、おざまーす、こんにちは、すこばばーす、かまくびと申します。ブリーマンの、もうパート、いくつだこれ。多分、8か9か。それよりも前かもしれない。ちょっと、久々のプレイなんで、ちょっと忘れ気味ですけども、いきまー、やっていきまーす。よし。では、ちょっと他のフロアを見てみるか。じゃあ、いけないんだったら。なんかパリ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 って音が聞こえる。操作盤のようなものがある。扉にハートマークが書かれており、鍵がかかっている。ほう。多分ここが、この電流のスイッチが多分入ってる。電流のスイッチがついてるか。壁に2つのボタンが設置してある。お、ちょっと待ってください。何が入ってんの?ガラスの壁の向こうにノコギリがある。ガラスは分厚くとても割れそうにない。はいはい。ガラスの向こうにスレッジハンマーがある。ガラスは分厚くどれでも割れそうにない。なるほど。じゃあ、どちらか多分開けるんだろうな。ノコギリかスレッジハンマーか。叩くか、切るか。でも今後、アイテム的に役に立ちそうなものと言われると、スレッジハンマーのような気もするんで、じゃあ今回ちょっとスレッジハンマーを選ぼうかなと思います。で、開くかどうかわかん、あ、そっち?じゃあ、もう反応、嘘!意地悪!ノコギリが壁にかけられてる。ノコギリを手に入れた。なんやねん、それ。じゃあ俺スレッジハンマーでもうと思ったら思いっきりノコギリの方が開いた。くぅ、ブリーマメ。大きな鉄製の扉がある。鍵がかかっていて開かない。じゃあ、この鍵がかかってるってところで、ここでノコギリ使うとか。反応しない。さあ、ではノコギリをどこで使おうかやな。これが、刃が錆びてる。関係なかった。で、ちょっとこの絵が不気味やな。なんか眺めてると、なんか急に、ブワーみたいな感じに動き出す可能性もあるからな。お、よかった。ここで、戻るとき穴落ち、なんか穴ポトーンって感じに、落ちていったらどうしようかなと思った。何も反応しねえや。ここの親子のところとかは、あ、こことか。別に使っても意味はないよな。喋らへん。あ、同じ会話や。ういちどこ行けばいいやろうな。電流が流れてるところがあるわけだから、あの電流の流れてる先のところで、何か、するのかな?あと、なんだこの、古びた紙。何も読めないんだ。そう。何も読めないんや。どこに行けばいいのかな?よし!ちょっとそこから探索していきます。お?象の顔にブギーマンの落書きがされている。よく見ると、口の奥に何かが入っているようだ。お?取っちゃう?いや、もうこれ取るざる、ざるを得ないよな。え?口の中に刃物のようなものが仕込まれており、奥まで手に入れることができない。マジか!くぅー!意地悪ー!だってもう、ものの5分ぐらい、ちょっと色々と部屋回りまくって、調べてたら、ここ見つけたからな、ここ。
ただ不気味やわ。となると、ここでアイテム使うか。ノコギリとか。おーし!へい!なるほど。で、ノコギリ切って、この野郎と。で、切り離した象の頭から何かが出てきた。おー、ハートのキーホルダーのついた鍵。よっしゃー。じゃ、ちょっとセーブしよう。ちょっと今回、その、おー、残り、歯が折れてしまって使い物がない。しょぼいな!まあ、長持ちするような残り入れを用意してるようなブリーマーじゃないってことか。じゃあ、ちょっと一旦戻ってきまーす。よし!たどり着いたー。じゃあ、ここでハートのキーホルダーの鍵を使います。おい、来たー!扉の中にはスイッチがある。じゃあ、これが多分電流のスイッチの切る。やつかな?多分。ちょっと、とりあえずちょっとセーブだけしとこう。実は違いましたってことはない。ね。あったら、いかんので。ちょっとセーブをして。じゃあ、行くぞ。その勇気の一歩が、道となる。えい!よし!いけた!じゃあ、こっち行ってみましょう。ほん?古いビデオで聞こえてる。で、花瓶ロープがかかっている。お!ロープを手に入れた。で、かなり古い型のテレビがある。これ、後々なんか使うのかな?セーブ。え?血の巻かれた床に緑の塗料で丸が描かれている。え?何?首のない大きな犬の死体が転がっている。血の巻かれた床に緑の塗料が塗られている。うん、文字。欲張りのあんたの願いを叶えてあげよう。どちらも手に入れたいというのなら。は?もう本当にブリーマンの言ってることが全くトンチンカンやな、本当にもう、人がアホやと思ってバカにしやがって。あ、こっち行けんのかな?こっち行っていいのかな?行っていいのかな?いや、ちょっと戻ろう。一旦ちょっとセーブさせて。セーブして、オッケー。お!お!デビット?デイビッド、get up. おぉ!デイビッド、起きろ!Keith? Where is this? またデイビッドなんや、もうサンドマンに続いて寝とったんか、お前は。っていうわけではなさそうやったな。気絶させられてみたな。Keith さん。いった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 。どこだ、ここ。Shirley? え ?Shirley? Keith! Shirley! Where's Shirley?キーさん、シャーリーは、シャーリーはどこに? Settle down and answer me first. What are you doing here? What happened? 落ち着け。まずは俺が聞くことに答えろ。なんでお前ここにいる?何があった? I think... 確か。うん。何があった、デビッドたちに。あ、シャーリーがいない。で、それに気づいて。シャーリー?で、寝るんかい?そこ探したれよ。シャーリーいないんだったら。遅いなぁ。なんか、あ、多分シャワー浴びてるかなんか、お風呂入ってるかもしれへんと、シャワーとお風呂一緒やないか。シャワーかお風呂もしくは、トイレに行ってるかもしれへんって思ったやろな。シャーリー Shirley! お !What happened? Hang in there! あ、後ろ!デビット後ろ!ああI don't remember anything after that. そこからは何も覚えてなくて。All right. なるほどな。そっか。Brendan and Stevie are both. You're kidding, right? ブランドンとスティービーが。そうですよね。I don't make jokes in such poor taste. Lance and the Grundlers are hiding out in the safe room. I thought you'd have been kidnapped too, but.Guess not. こんなたちの悪い冗談言うかよ。ランスとグラントラー親子は向こうの部屋に待機させてる。お前も捕まってるのかと思ったんだが、違ったんだな。So、Shirley was gone because... じゃあ、シャーリーがいなくなったのは。He must have taken her. Trying to bait you, I'll bet. Wonder what he's plotting. あいつを連れて、え?あいつに連れてかれたんだろ。で、お前を女で釣ってぶん殴ったってわけだ。で、あれ、何がしたいのかね。We have to hurry. 早く探しに行かないと! I'll take you to the others.
Stay put with them. お前をランスたちのいるところまで連れて行く。そこで待ってろ。No way. I have to go find her. She's my wife. I have to. まあそうよな、デビッドとしたら。そんな、俺も行きますよ。俺の妻なんですから。俺が探します。 Listen to me. You'll only get in the way. 邪魔だからおとなしくしてろっつってんだ。I'm going, no matter what. 行きますって。シュッって言葉を言ってな。ああ、そしてデビットが一緒に、デビットが一緒になってる。じゃあ行くか。お、なんでこれ。おお、デビット。How could you dodge that? なんで避けるんですか。Why couldn't you? なんで避けねえんだよ。You could have told me duck or something. 避けぐらい言ってくれたって。You're all for coming along.This is exactly why I told you to stay put. こういう嫌がらせがあるから待ってろっつったのに、ついてくるのが悪いんだ。そうやな、ほんまに。あの血をこう水鉄砲で汚されたりとか、電流でバリバリバリってやられたりとか、ほんと嫌がらせ多いよこいつのプリーマ。え、ちゅうことは波動拳。さすがに今度は避けるんか。ちょっと待って、ちょ、セーブを忘れな俺。うわー、何が来た今。え、とりあえず一撃するようなやつ。ちょ、黒だったら。あ、黒はないんだ。あ、見てた。なんか緑、なんか刃物みたいなのが飛んできたな。じゃ、白色は、卵。来ると。じゃ、これを、ナイスキャッチみたいな感じに。ナイスキャッチ、こう避けながら、行くしかないよな。よし。で、壁に操作バーのようなのもついてる。ブロック押しで。ブロック押しで壊してた後。うん、蹴って壊した。ケースの中にナイフが設置されている。お、ナイフ持っていこう。ナイフを手に入れた。ケースの中に鉄球やったんか、赤のやつは。で、これも鉄球。え、鉄球、ナイフ、卵。卵は持っていかないのね。じゃあちょっとセーブしてと。で、お、ドアには、ドアには板が打ち付けられてあると。はいはい。おうおう、ちょっとこの下に行くのはまだ置いとこう。とりあえずこの古城ツアーをね。ちょっと古城ツアーをこういろいろと探索して、行き終わり。あれ、ちょっと待って。うん、違うか、ただの模様やった。Oh, no. Looks like I've been cornered by Mr. びっくりしたー。俺もついに警察に追い詰めちゃったなー。そこにいたの。 Nowhere to run. It's like the end of a chase scene, straight from a movie. 何せ背後には壁、逃げ場なんてどこにもない。こうやって追い詰められるのってまるで映画みたいだ。Now let's see, you'd be Brad Pitt and Morgan Freeman, so I'm John Doe. さしずめ、あんたらはブラピとモーガン・フリーマン。俺はジョン・ドゥってところかな。これ映画のセブンやないか、まさに。Where'd you take Shirley? シャーリーをどこにやった。 Hey, are you the guy that kidnapped Shirley?Where is she? おい、シャーリーをさらったのはお前か。彼女はどこだ。Ah, so nice to see you, David. Can't help worrying about your wife, I see. Worry not, you'll meet her very soon. Sooner than you think. ああ、デビッド君、奥さんのことが気になって仕方がないみたいだね。大丈夫、もうすぐに会えるからさ。え？ So then, here I have a box.Surprise, a gift from me to you. うわぁ、なんか映画のセブン思い出す、この表現。ところでお二人さん、ここに箱がある。俺からのサプライズプレゼントだ。I'd like David to open it, if possible. I'm sure he'll be stunned. できればデビッド君に開けてもらいたいな。きっとびっくりするよ。ああ、もうデビッドももう嫌な予感がするしかないやな。Well, anyway, you two, take your time and enjoy the present. それじゃあね、お二人さん、ゆっくり楽しんでくれ。
なんか俺選択肢ミスったかな。箱からは血が滴り、生臭い匂いが漂っている。開けようか。Wait. え？待って。Don't. If you open that, don't open it, please. ダメだ。開けたら、開けないでください。Stop. やめろ！え？安心しろ。これはお前らのメス犬じゃない。なんやねん。Thought so. こんなこったろうと思った。もうとんでもない嫌がらせやん。What does that asshole think he is? くそ、人をバカにしやがって。Calm down. Don't let him rile you up. 落ち着け。あいつのペースに乗るな。Come to think of it, Keith. Helena's okay, isn't she?キーさん、そういえばヘレナさんは無事なんですよね。I haven't found her yet. まだ見つかってない。What? But, I was sure that. I mean, you seemed so. え、そんな俺はてっきりだってキーさんが。Seemed to what? 俺がなんだ。We have to find them. Quick, Shirley and Helena both. あ、早く探しに行きましょう。シャーリーもヘレナさんも。箱の中に犬の生首が入ってたと。で、礼拝室の鍵を手に入れた。ほうほうほう。なんか、なんか俺、もう選択肢誤ったかなと、シャーリー殺してしまったかなと思ってしまった。よかった。じゃあ、あとはこっちか。で、多分これ、礼拝堂の鍵、だっと、思った。でもそうだ。思ったらこっち。よし、こっち行ってないよな、そういえば。ちょっと後で行こうと思ってて。そしたらイベントが始まっちゃったから。こっち側。あら。鉄の扉が、鍵がかかってる。そして、何も読めない。もう鍵は使えないのか。じゃあやっぱり礼拝堂の方に行くしかないですね。行きますか。うん！あれ？これ壊せんの？ダメっぽいな。ただただ、キースが蹴り入れてるだけかよ。プレイヤーを脅かしに来てるだけやないか。え、お、え、どうした？あ、シャーリー！ Hold it. 待て。Hey there. It's the dynamic duo again. Yeah, また会ったね、お二人さん。お前。Stay back. He's on. 近づくな。凶器を持ってる。Ooh, I'm shaking, David. Oh.Are you mad, I wonder? Sorry to tease you back there. 悪い、あ、じゃ、怖いな、デビット君。あ、さて怒ってるのかな？悪かったね、からかったりして。But I know how it feels when you don't know if a loved one is safe. It's truly distressing. でも気持ちはわかるよ。愛する人の無事がわからないってのは、実に不安なものだ。Now, now, don't look behind you. おっとっと、後ろは見ちゃダメだぞ。え？ But David, oh David, you're demanding something you can never have. ただ、デビット君、君はないものねだりをしているようだ。You know everyone will always leave you, so why do you struggle so? 誰だっていずれ君の元から離れていくことを知っているのに、どうしてそうあがくんだ。Get away from Shirley, now!何言ってんだよ。早くシャーリーから離れろ。 Very well. I will open your eyes. Men are always led astray by women. まあいい。君の目を覚まさせてあげよう。男ってのはいつも女に惑わされるんだから。This is what the evil ones deserve. 悪い女はこうしちまうに限る。Get back! 下がれ！おお！ Shirley! おお！ Hey! おお！David, can you untie the ropes? David, ロープはほどけるか? Good. They're too tight. No, ah, マジか。ダメだ。硬くてほどけない。じゃあもうこれしかないでしょ。David, use this. David, 使え。おー、ちょうどいいところにナイフがあったらよかった。Shirley, でもシャーリー、hey. よーしよし。Shirley. シャーリー、おい、しっかりしろ。シャーリー。Well done, David. I knew you'd leave right in there. いや、
や、ちょっとデビッドかっこよかった今の。もう、真っ先に水かぶってブワーって言ったもの。さすがデビッド君だ。君なら真っ先に飛び込んでくると思ったよ。さあ、次はね。How are you holding up? Good? Yeah, yeah. 守備はどう？いい感じ？ But boy, I just don't get you. You oughta just dump her, the same way her parents dumped her. She never needed you for anything anyway. 腹立つ！しかし、気の分からない男だな。そんなコインロッカーベイビーほっとけよ。どうせ君のことなんか頼りにしちゃいないんだからさ。は？ Once a loner, always a loner, David. Two loners getting together to feel secure. Pretty hollow, don't you think? 孤独は孤独だぜ、デビッドが。孤独と孤独が寄り添って無安堵感なんて虚しいと思わないか？ Here I thought you'd know the sorrow of needing someone to lean on and the bother of being needed. 君は依存しなきゃ生きていけない悲しさも依存される煩わらしさも知ってるはずなのに。 But you and her, it just doesn't work. You're abandoning her. どうせその女と君はやっていけない。君が捨てるんだ、その女を。 What did they say again? That's right. ほら、father, like、son. ほら、よく言うだろ、カエルの子はってさ。 Shut up! 黙れ、黙れよ。 Oh well, if you won't take my advice, then let death depart. まあいいや。俺の助言が聞けないってんなら、二人仲良く死んでくれ。 I'll make it a dramatic one for you. Might as well.せっかくだし、俺がドラマチックな死を演出してやんよ。はぁ、マジか。I'll be taking my leave then. Wouldn't want to disturb you two having a hot moment. じゃあ、俺は退散するとしよう。お熱いお二人さんの邪魔はできないからね。やかましい！あー、どうしよう！体のバケツが転がって、床に巻かれたアルコールに引火した炎が燃えているということは、ロープダメか。どうしようどうしようどうしよう。じゃあとりあえず炎を消すしかないよな。ちょっと部屋を出て、ちょっと待って、なんか台かどっか、これ発光関係ないな。ちょあれ、こっち側の方になんか鉄線の扉みたいなところあったよな。ここ、うん、ちょっと一生懸命、どう、開く？ダメ？ダメか。おあの野郎。あ、ちょっと待って、これ、お、いける、よっしゃー、あ、いけた。David, can you make it to the ladder? おー、かっこいいキーズ。デビッド、こっちに来れるか。無理だ、火が強くて。待ってろ、火を何とかする。おお、どうしよう。この穴、あ、はしご降りる。え、これか、壁の入った方から炎の光が燃えて、あ、ちょ、隣の部屋か。これなんかパイプっぽいよな。ん、ちょっと待ってよ。もう、あとは、ちょっと待って、もうあとは、もうここしかないやん。もうやるしかないやん、ここ。ここでしょ、どうせ。もう、この、ブギーマンのゲームの流れからしても、なんか、よっしゃ、もう、なんか分かってきたって思ったもん。もう、とりあえず、普通の一般常識じゃないことをやり遂げるしかないと思った。消化炎のお手に入れたもういいんだけども、ちょっとお水みたいな、お水的なやつありますか。ちょっと、なんこれ、水道管の、あ、来た、水圧をさ、いや、下げたあかん、上げろ、水圧を上げる、やばい、1分切った。水圧を上げて、で、どうしようちょっと待って、水圧上げて、こ
これ、これか。これ消化の。ん？これか？え？水圧上げるでしょ？あ、やばい、時間がない、時間がない、やばい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 。あ、わかったわかった。ここで登って、光漏れてる言ってたよな。光が漏れてるところ、ここ、おおおおお、ここで、おの、よし！え、間に合う？間に合った？いい、間に合った！かな？あそこの光が漏れてるイコール、そこに亀裂を入れて水を流し込めば！で、ちょっと、あそこから行けばいい。あ、もう降りちゃったから行けないか。多分これで、行けるはず。多分、助かってるはず。どうだ？デビット？シャーリー？あ、よかった。怪我は？俺は平気です。ありがとう。ただ、シャーリーが全然起きなくて。Only fainted. Let's carry her to the safe room. ああ、よかった。気絶してるだけだ。ランスたちがいるところまで運ぶぞ。よかったな、デビット。Shirley. おー、気がついてくれた。シャーリー！ David. Where am I? デビット、ここ、どこ？ Your arm. It's burnt. Are you okay?What happened? あなた、腕、怪我し、やけどしてるわ。大丈夫？何があったの？君を助けるためだとは言えないだろうな。うん、デビットよかったな。Okay. うん。What's wrong? What? そして後ろでこう、キースがね、見守るっていうのはね、かっこいいね。All that while I was out like a dunce, huh?なるほど。私が間抜けに寝てる間に、そんなことになってたのね。もう、クールだな！いやー、しかし無事で何よりだよ、シャーリー。あなたたちもね、リチャード。それで、まだ見つかってないのは？ヘレナ。そう、ヘレナだけなんだよな。ヘレナさん。I'll go find her. Don't leave the room. 探しに行ってくる。お前らはここから出るな。ええー、待って、キースさん。俺も行きます。Oh? ああ口調が。ああ It's not safe for anyone to act alone at any rate. What if something happened out there? いくらなんでも、あなた一人だけで動くのは危険ですよ。何かあったら取り返しがつかない。I'm telling you, don't. いい、来るな。But... でも。Don't you ever forget your duty. What is that woman to you?自分の役割を履き違えなよ。そこにいる女がお前の何だと思ってる。You're gonna leave her to come with me? Get a grip. You have to protect her. かっこいい。そいつほったらかしにして、ついてくるっつうのか。いい加減にしろ。お前が守れ。Shirley? シャーリー。I understand. わかってるわ。I just have to beat the crap out of that bag-wearing weirdo if he comes by, right? Simple enough. Be careful out there, David. いやー、デビッド、いい奥さん見つけたなー、ほんと。変な袋野郎が来たら、やっつければいいのよね。なら、話は簡単だわ。気をつけて行ってきて、デビッド。You do that, Shirley. Let's go. 頼んだよ、シャーリー。行きましょう。Hey! おい Keith!キーさん。Find Helena quickly, please. ヘレナさん、早く見つけてあげてください。お願い。Are you stupid? What are you even thinking? バカか。何考えてる？ I'm not stupid, but I am thinking. Yeah, I'm uneasy when I don't know if Shirley's okay, but I know she'll be fine there with the others. バカではないですけど、俺なりにちゃんと考えてますよ。無事かどうかわからない時は不安だったけど。あそこでリチャードさんたちと一緒にいるなら安心できる。You've got a tough wife. 強い女だな。Yeah, I usually lose when we get in fights too. ま、
喧嘩しても大概負けますしね。でもいい奥さんやんか。ヘレナさんは？わからない。はい、ということで、デビッドとシャーリーはなんとか無事だったことは確認できましたけど、まあ、デビッドが一緒に来てくれるってことなんで、まあ、デビッドもデビッドでね、首が曲がった男でもう数々の修羅場を渡り歩いてきたわけだし。じゃあ、また次回頑張ろうと思います。それでは、以上、カムキでした。また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。